5人のキンプリはラストウィークテレビでも快挙を起こしていたインディ・ジョーンズ・ザ・セカンド圧倒のすごい数字。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。5月22日に平野市要26、岸優太27、 神宮寺ゆ太25の3人が脱退し、高橋海人24と長瀬廉24の2人組ユニットに生まれ変わったキー、NG ・ n g p i ス5人での活動が終わりを迎えるタイミングでは、CD のミリオンヒット達成や公式 YouTube チャンネルの総再生回数10億回突破など花々しい記録が次々と打ち立てられていたが、 それはテレビでも同じだったようで、5人キンプリのラストウィークだった5月14日から20日にかけてキンプリは5月20日放送の KNG&PINSU。日本テレビ系を盛り上げるべく多くの日テレ番組に告知ゲストとして精力的に参加していました。加えて5月19日には20時から22時放送のミュージックステーション。 テレビ朝日系で生パフォーマンスを行っていました。5人の金プリのラストが影響したのでしょう。いずれの番組もコア視聴率は非常に高かったんです。制作会社関係者、現在のテレビ各局は13から49歳までのコア視聴率を最重視している。 キンプリが出演した番組は同時間帯の裏番組に比べて圧倒的に高成績だったという。例えばエムステのコア視聴率は6.4%関東地区ビデオリサーチで同時間帯ぶっちぎりのトップでした。同時間帯の裏番組は中井雅宏の金曜日のスマイルたちへ TBSK が2.0%。また21時から日テレの 金曜ロードショーでは、インディ・ジョーンズシリーズの第一作目である1981年の映画、レイダース、失われたアーク、ヒジリヒツをノーカット放送していましたが、これも3.0%でした。普及の名作であるインディに2倍以上の差で勝利したわけです。全能。四角平野単独出演が、キンプル。声の視聴率を、 記録次に20日に最初で最後のゴールデン2時間 SP20 時から22時で幕を閉じた冠無理番組 k n g p i n s スルキンプル。メンバー最後の5人旅として1泊2日で新潟県を楽しみ、ラストはメンバーカラーを意識した打ち上げ花火で締めくくる神会だったが、視聴率的にはどうだったのかキンプル。 2時間 SP のア視調率は同時間帯でやはり1位の5.5%を記録しました。この日、裏でフジテレビは結成16年以上の漫才師による大型賞ーレース、ザ・セカンドから漫才トーナメントからの決勝戦が生放送されていましたが、こちらが時点の4.5%。 フジテレビが大々的に行った華々しい企画で、セットも超豪華だったし、ダウンタウンの松本人志さん59も引っ張り出していて、実際に大好評で盛り上がりもしましたが、それを、キンプルが凌駕する形になりました前での制作会社関係者。また、キンプルに先駆けて、キンプリが出演した日テレの番組では、 特に18日の19時から21時に放送したぐるぐるなインナインの2時間 SP がすごかったという平野さんの単独出演でしたよ。他メンバーに比べるとバラエティ番組の露出が少なめな平野さんが3年ぶりにぐるないに出演するという全情報だけで盛り上がりがすごかったですからね。多くの裏話も飛び出し、 トークも弾んだ、グルナイのア視聴率は5.9%でした。こちらも同時間帯ダントツのトップ。単純比較はできないですが、キンプル。すら上回っているわけで平野さんの圧倒的人気ぶりが伝わってきます。全道。四角騎士との裏コウムリもしっかり対策。ちなみに、20時から放送している裏番組、VS 魂グラデーション。 フジテレビ系には騎士が出演していたが、グルナイはちゃんと対策をしていた。この日、グルナイの前半1時間はコスプレをしている有名人を当てる人気企画、誰々コスプレショーのコーナーを放送。このコーナーに平野は出演しておらず、VS 魂の放送が終了する20時頃に平野がゲスト出演するコーナー、グルメチキンレース。 ごちになります、に移行したのだ。なお VS 魂のコア視聴率は1.8%とパッとしないものに。岸さんも金プリを離れましたが、彼は9月30日までジャニーズ事務所にはいますし、VS 魂への継続出演も発表されています。なのでまだまだ特別感はなく、視聴率向上にはつながらなかったのではないでしょうか。 逆に、おそらくしばらくテレビで見ることはできないであろう神宮寺さんがゲスト出演した20日放送の満天星青空レストラン日本テレビ系も非常に数字は高く同時間帯トップだったといいます。同日やから県のキンプル。最終回が同局で控えていたのも大きいでしょうね。つまり、キンプリのラストウィークのテレビ番組では 彼らが視聴率面でも圧倒的な活躍を見せて優秀の美を飾ったということになりますね。前での制作会社関係者、長瀬と高橋は残り、平野、岸、神宮寺はそれぞれの道への旅立ちを決意した金プリ。5人金プリは最後の最後までスターグループだった。近く、どこまでも深い愛、5人の金プリ、一生忘れない夜空と金プル。 スタッフの無限大愛。スタッフ一同による5人の関係も5人への愛情も花火のように散りません。から伝わる愛の深さにファンは感類。